王に代わり黒騎士が告げる。これより先は黒の箱舟、滅びし里の維持を伴い文字盤に手を触れるがいい。それってどうやら最後の領域には黒騎士がいるようですね。そしてなぜか僕をわざわざご指名らしい。ああ、そうみたいやな。ヨシャ君、どないするつもりや？もちろん招待に応じるつもりです。いつでも文字盤に触るので準備ができたら言ってください。大丈夫、何があっても平気だよ。とにかく今は先に進むことだけを考えよう。王に代わり黒騎士が告げる。これより先は黒の箱舟、滅びし里の維持を伴い文字盤に手を触れるがいい。これは赤の箱舟グロリアス。ただしその色が真っ黒になったバージョンか。まさに黒の箱舟だね。見たところは船体の形状と大きさはオリジナルとほぼ同じのようです。実際に艦内に入って探索する必要がありそうですね。ああ、さすが最後の領域、一筋縄ではいきそうにもないな。研究所と同じく結社の人形兵器が徘徊している可能性が高いやろ。注意して進むとしようや。ええ、了解です。
そら、ヒヒン、これが真の実力。これが真の実力や。
行こうか。武勲なき者はされ、認められたくば戦いを重ねるほかに道はなし。
どうしてこんなことに。この世界の謎を解き明かして結社に報告すれば出世間違いなしだというのに。それもこれもみんなあいつらのせいだ。あいつらが悪いに決まってる。まったく相変わらずみたいだね。なんでまたこんなところに捕まってるんや。君たちはいつの間にこんなところまで。そうか、僕のことを笑い者にしに来たんだろう。いや悪いけど正直忘れかけとったわ。兄さんの方はまた渦に巻き込まれてこんなところまでたどり着いたんか。ふん、その通りだ。どうやらここもオートと同じく本物に似せた場所みたいだな。あっという間にボーグルに囲まれて電撃を浴びせられて、目が覚めたらこの中だったよ。なるほど。相当精神的に参っているみたいだな。少し待っていてください。多分向こうの端末を操作すればこの障壁は解除できるはずです。もう放っておいてくれ。どうせ戻れたところでカンパネルラ様にいじめられて笑い者にされるのがオチさ。出世なんて、結社で出世するなんて、僕ぶつぶつ。なんか悪い方に思考がループし始めたみたいやな。さすがにちょっとかわいそうかも。まったく見ててイライラするな。ケビンさん、どうやら時間の無駄のようです。放っておいて探索を続けましょう。え？ちょっと待った！あんた結社を抜けて遊撃士協会に戻ったんだろ。僕のことを見捨てていいのかよ。遊撃士の守護義務はあくまで民間人を対象としている。非合法組織の構成メンバー、ましてや指名手配されている者がそこに含まれるとでも。まあ規約をどう捉えるかは個々の遊撃士に任されているところも多い。もっとも助けを拒む人間をわざわざ助ける必要があるとは僕には思えないけどね。助かりたくないなんて一言も言ってないだろ。ああ、わかったよ。そこまで言うならお願いしてやる。お礼ならいくらでもするから、この忌々しい障壁を消してくれ。了解した。へえ、難儀な兄さんやな。前とっとと向こうの端末を操作してみるか。おお、やったやったぞ。これぞ運命、女神の導きというものさ。やれやれ、調子のいい兄さんやな。これで勝ったと思うなよ。本来なら敵である君たちに礼などする必要もないところだが、特別にこれをやるから
せいぜい感謝するがいい。あの時の。更新されたばかりの最新のセキュリティカードさ。ま、この世界に来る前に僕に支給されていたものだからとても使えるとは思えないがね。ではさらばだ諸君。今度会った時は再び敵同士、せいぜい覚悟しておくことだな。なんていうか、あれはもう天然かもね。ケビンさん、このセキュリティカード意外と使えるかもしれません。あ、ちょうど俺もそう思ってたところや。使えそうな場所があったらとにかく試してみるとしよう。現在、このエレベーターは使用制限がかけられています。使用したい場合は、最新のセキュリティカードで認証を受けてください。認証しました。よし。ふん。まさかあの兄さんのカードが本当に使えてしまうとはな。ということは。いずれにせよ。これで格納庫に降りられます。とにかく行ってみましょう。あ、せん。よく来やがったな。え、ドルンさん、キールさん、ちょっとどうして兄たちが。
もしかして。どうやらあんたらも利用されてるみたいやね。おお、その通りだ。正直わけがわからないが、そういうものだっていうのは理屈抜きで実感できるぜ。だったら、こんな悪趣味な趣向、とっとと済ませちまうとしよう。その方が話は早いだろ？ちょっと待ってよ！ハニーたちと戦うなんて、僕、そんなの嫌だよ！ああ、だから俺たちは本物じゃないんだっての。影の王とかいうクソッタレが作り上げた偽物に過ぎねえ。その証拠に、お前相手にも手加減できなさそうだしな。遠慮はいらねえ。気合を入れてかかってこい！そんなこと言われても。キールさん。よしわ、久しぶりだな。旅に出ているみたいだが。うん。おかげさまで。そちらこそ運送会社、順調そうで何よりだよ。まあ、女王に借りを作っちまったし。そのためにも、とっととこの事件を解決して、ジョゼットを無事返しやがれよ。何しろうちの経理担当だ。このまま帰ってこなかったら、一月も経たずに火上がっちまう。確かにそうかもね。キールに、ドルンに。わかった。僕、全力で頑張るよ。ああ、その息だ。それじゃあ、早速始めるとするか。みんな。やれやれ。話が早くて助かるわ。カプア特急便社長、ドルンカプア。同じく、グシャ。その他、社員一同。さっきも言った通り、こちらは手加減抜きだ。くれぐれも全力でぶつかってきやがれよ。うん。それじゃあ行くよ。覚悟してください。
我が右手にある剣より授かりし輝きを持つ我が盾となる。任せときなって。ふう、さすがに手ごわかったな。これで一安心ってもんだ。キールにトルンに二人とも、まあ言うまでもないが、俺たちはあくまで前座だ。この先に待ち受けているのは化け物ばかりだから気をつけろや。それとどうやら俺たちの存在は限定的にこの世界に残るらしい。少しは力になってやれそうだからよろしく頼んだぞ。信じられないよね。何から何まで兄貴たちそっくりでさ。ジョゼット。うん。でもこれで僕も帰って安心したよ。本物の兄貴たちはこっちの世界に取り込まれていないみたいだし。よーし、せいぜい頑張って元の世界に戻れるようにしないと。その息ですよ。どうやらこれで箱舟の前方エリアにも行けるようになったみたいや。気合を入れて挑むとしようや。ええ、
が真の実力や。これが真の実力や。照らすは必要の輝き、その光は迷えるとき正しきを示す道しるべとなろう。必要の光を宿す神秘の宝珠、そのすべてを我が前に示せ。さすれば扉を開かん。